シャトレーゼを救いたい。今回は一部ネットユーザーが残念だったと評価した商品を食べて正直な感想をお伝えします。お会計2481円。安い。さあ始めましょうか。今回は僕の大好きなシャトレーゼ、まずこちらプレミアムショートケーキ山梨県産白桃。シャトレーゼ今桃商品めっちゃありますからね。お値段が486円、約500円ですね。さあスプーンつけてくれましたけどもね。さあこれはフォークで食べねばなるまいな。はい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 。お、真ん中にも桃果肉が敷き詰められてますね。いただきます。甘くて美味しいじゃん。上のトッピングの桃もいただきましょうかね。いや僕肉ばっかり食べてましたけど、年重ねるごとにフルーツ美味しいってなりますね。ん？トッピングの桃はちょっとシャリッとした食感ですね。想像してたものと違いました。結構シャリシャリしてましたね。でも甘くて美味しいですよ。あ、ダメ、これペロッと食べちゃいますね。クリームもそんなにくどくないんですよね。桃の果汁と甘みが口いっぱいに広がるといった感じですね。ただトッピングの桃がシャリッとしてました。これあえてそうしてるのかどうかわかりませんが、僕はグニュグニュの桃が好きですね。はい、なのでこの商品の口コミは桃がシャリシャリじゃないですか。口コミ見てみましょう。山梨の桃のイメージで購入したのですが、残念な食感の桃。生クリームはとても美味しかったのですが、スポンジの底がパサパサで残念。いいお値段の割に桃の割合も少ない。とても残念でした。いっぱい不満が書いてありましたけど、一個正解しちゃいましたね。桃の食感が残念。ただですよ、いい値段の割にとおっしゃってますが、そんなに高いと思いません。はい、これシャトレーゼの商品の中ではいい値段なんですよ。これやっぱり普通のケーキ屋さんの相場で考えるとこんなもんじゃないかなと思いますけどね。はい、シャトレーゼは全体的に安いんですよ。はい、僕もシャトレーゼを取り上げるときは、あ、今回は買い出しが安上がりでいいなって思うんですよ。やっぱり安いお店でずっと買い物をしてると金銭感覚はどうしても狂っていきます。それこそ高級スーパーでおなじみのイカリで普段買い物してらっしゃるマダムが、サンディで買い物することがあれば、全部タダみたいなもんじゃないって気持ちになるんじゃないですか。だからシャトレーゼの商品に関してはある程度目をつぶるべきだと僕は思いますね。桃がシャリシャリだっていいじゃない。桃が乗ってるだけありがたいと思いましょう。はい、なので1ヶ月デパ地下生活をしてみたらいいと思いますね。そしてデパ地下生活を終えた後にシャトレーゼでケーキを買ってみてください。これ実質タダじゃん。続いてまんまる白桃ケーキ。お値段410円でしたね。これ何が入ってるんでしょうね。じゃあほじくるね。ちょっと YouTuber っぽい効果音入れましょう。これ、はい、くしゃ。これこんな感じの層になってますね。何？あ、あの YouTuber っぽい効果音入れましょう。これいただきます。あー、桃の香りがいいですね。おそらくですね、桃風味のホイップクリーム、桃のソース、スポンジ、なんか桃のババロアかなんかですか。ん？いや、これ桃のソースじゃないかな。ベリーソースかな。なんか結構酸っぱいんですよね。もう男バーキンくん35歳独身、桃のケーキを食べてパニック中です。やっぱり僕はケーキはシンプルな方が好きですね。さっきのショートケーキすごく美味しかったです。シンプルで、まあ見た目が可愛いところがポイントですね。お子さん喜ぶね。で、味は桃の風味がすごくあって、酸味のあるソースがアクセントになっていて、桃の果肉は一切入ってませんね。まあ正味これの一番美味しいポイントはこの桃のホイップとベリーソースですね。桃のホイップは特に美味しかったです。結構桃が使われていると思いますね。実質果肉が入っているようなもんだってくらい桃の味がしますね。なのでこの商品の口コミ、ベリーソースいらないとかですか。はい、口コミ見てみましょう。どこを探しても桃が入ってない。見た目が桃なだけでがっかりです。桃のケーキ買ったのに果肉が入ってねえじゃねえかと。でも逆にいいんですかね、レビュアーさん。仮に桃の果肉が入っていたとしても、桃の食感はシャリシャリです。それはさっき食べましたから僕わかるんですよ。で、僕さっきも言いましたが、このクリームは、桃の旨味が詰まってます。あえて桃の果肉は入れなかったんじゃないかと僕は思うんですね。その代わり桃果肉同然のように、このクリームに味付けしといたんでって、そういうことじゃないかなと僕は思いますね。これも結構手間暇かかってると思うんですよ。桃果肉を入れるとこんなに可愛いケーキが作れないんじゃないですか。とにかく目で見て楽しんでいただきたい。もちろん味でも楽しんでいただきたいということで、じゃあクリームに目いっぱい桃の味をつけようということでこの商品開発したんじゃないかなと僕は思いましたね。シャトレーゼさん違ったらごめん。はい、なのであえてシンプルにまとめさせていただきます。桃の味がして美味しい。はい、続きましてこちら白桃シュークリーム。うまそう。桃祭りですね。ピーチフェスティバル。こちら1個129円。安い。甘くいきますよ。出来合いしてる一人娘ぐらい甘くいきますよ。すごいじゃないですか。ホイップと白桃クリームじゃないですかこれ。で、結構クリームパンパンに入ってますしね。絶対にうまい。いただきます。
いや、うんま。めっちゃうまいっすね、これ。そんなに甘くないホイップクリームと、もうこの桃のクリームがめちゃめちゃ美味しいです。食感もいいです。なんかこれ桃のフルーチェみたいな食感なんですよね。なんでクリームかなと思って食べたらなんかジュルッとした食感で、これがまたいいですね。はい、129円といえどシャトレーゼよくやったと思いますね、これ。はい、これ僕の今んとこ一番お気に入りですね。まあ大体察しはつきますね。この商品の口コミ、果肉が入ってないじゃないですか。はい、口コミ見てみましょう。果肉感など桃を感じられると嬉しいが、香料のようにしか感じないのが残念。僕はこれ香料じゃないと思うんです。ほら、白桃ピューレ、白桃果汁入ってます。で、大体流れは掴んできましたね。シャトレーゼが旬なフルーツを使ったデザートを出した時は、レビュアーさんたちは口を揃えて果肉果肉と騒ぎ出すんじゃないかなと思いましたね。よくわかりました。ねえ、シャトレーゼとしてもこう値段を抑えつつも、桃をペーストにして使ったり、果汁だけ使ったりして、どうにか安く皆さんに桃を楽しんでいただけないかなという思いで作ってると思うんですが、もうこんだけ果肉果肉騒がれちゃうんだったら、もう開き直って果肉入れまくって値段上げまくったらいいんじゃないですかね。で、高いっていうレビューが殺到するんで、あとは僕に任せてください。続いて白桃クリーム、あんみつ、イントネーション。これ367円でしたね。うわ、美味しそう。僕、和スイーツ大好き。ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがたいことですね。こんなんいただけて。ありがとう、ありがとう。藤岡弘がコーヒー入れるときぐらい感謝しながら盛り付けていきましょうね。はい。とても感謝してるとは思えない盛り付けしてしまったんですが。はい。でもこれ見てください。レビュアーさんたちが大好きな果肉が入ってますよ。あとこのピンクのプルプルは何でしょうね。じゃあいただきます。あー、美味しい。このピンク色は桃のゼリーみたいなやつですかね。で、桃の果肉はさっきのショートケーキの果肉と一緒でシャリッとした食感です。桃の甘さはしっかりありますからね。で、この小豆にちょっと塩気が効いててね、バランスがいいですね。美味しいです。で、これ口コミ予想しますが、さっきの流れで言うと、これ果肉が入ったことによって値段が上がってるとかじゃないですかね。なのでこの商品の口コミ高いじゃないですか。はい、口コミ見てみましょう。徐々にあんみつの値段が高くなっているのを感じる。税込み250円以内で購入できていた時と比較して購入しにくい価格になってしまったのが残念。エコカツの値引き率を上げるか、そもそもの価格設定を見直すかしてほしい。はい、名探偵イエーイでした。しゃ、だからもう最後に一言だけ言わせてください。ほら、言わんこっちゃない。続きまして、桃かき氷ですね。これが4つ入ってで594円でしたね。桃のソースがたっぷりかかってるんでしょうかね。で、氷はなんか白いからミルクかなんかで味付けされてるように見えますね。いただきます。あんま。桃の味はこの上のピンク色のソース、これだけで付けられてるような気がしますね。で、この氷ですね、めっちゃ練乳かかってるんですよ。これ僕あれを思い出した、あのセブンイレブンの鬼練乳アイス、同じ甘さですよ、これ。もうあの桃の味なんて忘れるぐらいの激甘かき氷ですね。で、僕は練乳大好きなんで大歓迎なんですけど、これあのセブンの鬼練乳アイスで考えると、甘すぎて食べれないって人絶対にいると思いますね。なのでこの商品の口コミ甘いじゃないですか。はい、口コミ見てみましょう。キャッチフレーズに惹かれ食べたのですが、甘かった。練乳なのでそうなのかもしれませんが、さっぱり食べたかったです。絶対そうですよね。さっぱり食べたいって人いますよね。これは共感します。はい。あ、これはね、レビュアーさんの気持ちをお察ししますね。確かにかき氷って書いてあったらすごくさっぱりしたものを想像しますからね。で、帰って開けて食べてみたら練乳爆弾っていうね。これはぜひシャトレーゼさん、さっぱりしたやつも出してあげてほしいなと思いますね。ね、だからこの商品がかき氷プレミアムですよね。あの、かき氷ノーマル出してあげてほしいですね。で、シャトレーゼさん、こんだけ練乳効かしてたらセブンイレブンだったら鬼ってつけますからね。続きましてこちら、特濃卵のプリンですね。シャトレーゼには普通のプリンも置いてますが、それの特濃バージョンが出たということで、柔らかいタイプですね。いただきます。うん、美味しいですね。しかし、ちょっと特濃は分かんなかったっすね。あ、普通のプリンも買ってきたらよかったな。食べ比べできたんでね。ちょっと特濃が分かんないっすね。これシャトレーゼファンの皆さん、違ったら言うてください。僕普通のプリンも食べたことあるんですが、あんま変わんない気がするんですよね。何が特濃なんすかね。牛乳？卵？でもすごくクリーミーで美味しいプリンですね。なのでこの商品の口コミ、普通のプリンと一緒じゃないですか。はい、口コミ見てみましょう。味が普通の卵プリンと変わらない。
別件になりますが、お会計を終わった後、商品を詰める荷台を全店に設置してほしいです。小さい子供がいるとレジで入れるのが大変です。あ、とりあえず正解したんですけど、別件がありますね。シャトレーゼって店員さんが袋詰めしてくれますよね。僕が行くシャトレーゼだけですかね。ちょっとわかんないんでまた教えてください。うん。で、これは普通のプリンと変わらないという口コミだったんですが、これも考え方変えましょう。そもそも元から特納だった、ということですね。続いてこちら、瀬戸内レモンブッセ。ねえ、ブッセシリーズはいくらか食べましたね。過去の動画では、ブルーベリーみたいなやつ食べた気がします。おぉ、オレオをパカってした時に似てますね。いただきます。あー、なるほど、なるほど。めちゃめちゃレモンがほんのり香ってきますね。あんまレモン味っていうもんじゃないですね。あ、でも甘さ控えめで、生地ふんわりしてて、美味しいスイーツではありますね。ただレモンのお菓子やーと期待して食べるとがっかりしちゃうかもしれないなと思いました。なのでこの商品の口コミ、レモンの風味が弱いじゃないですか。はい、口コミ見てみましょう。せっかくのレモンブッセなので、もっと酸っぱいのが食べたい。レモン味に甘みはあまり求めてないです。今日正解率高いんじゃないですか。僕、これはレビュアーさんの言ってることすごくわかります。レモンのスイーツだと思ってね、食べるとね、ちょっとがっかりしちゃうなと思いましたね。まあでも129円ですからね、あんま贅沢言えないんですけど、そう、シャトレーゼに対しては贅沢言えない問題がありますからね。でも僕もこれの酸っぱいやつ食べたいなと思いましたんで、シャトレーゼさん、これレモンの果汁を増やしてくれとは言いません。あらゆる手段を使って酸っぱい味付けをしたらそれでいいんだと思います。レモン味だよって言って酸っぱいお菓子出したら、レモンファンは大体満足します。うわ、酸っぱ、ビタミン C だってなると思います。続いてこちら、合わせ醤油の炙りみたらし団子。僕はみたらし団子大好きなんですよね。あー、これの口コミはもう取りにくいじゃないですか。いただきます。うわー、柔らかー、美味しい。みたらしのタレ自体は山崎のみたらし団子と変わんないです。しかしこれ食感いいですね。もう専門店のみたらし団子ぐらい柔らかいですよ。滑らかな口当たりで、そりゃ棒から外れますよ、こんだけ柔らかいんだから。ほらほら見てください、ポトって。わー、これは美味しいですね。味に関しては文句なしです。結構甘さが強めの味付けです。まあ、本当に山崎のやつイメージしてもらったらいいです。これの魅力は食感です。で、これが1個140円で買えるんですから、めちゃめちゃいいですよね。なのでこの商品の口コミ、柔らかすぎて食べにくいじゃないですか。はい、口コミ見てみましょう。原材料で発がん性や健康に悪影響のある不安要素のある原材料を使わないでほしい。老舗の和菓子店は体に有害な添加物は一切使用せず、一部の例外を除いて国産原料です。御社は危険性の高い安い外国産原料や危険性のある添加物を多く使われていて非常に残念です。老舗の和菓子店と同様の原材料へのこだわりを御社の規模で実現するのは難しいのでしょうか。どうしても大量生産、大量流通、長期保存を優先されてしまって、危険性の高い安い外国産原料、もうやめていいですかこれ。はい、危険と言われている添加物を避けて自分で買わないのは自由なんですけれども、それをメーカーや周りの人に押し付けるのをやめていただきたいですね。我々から食べる楽しみを奪わないでほしいです。絶対に関わりたくない。はい、以上、シャトレーゼの買ってはいけないと噂の商品食べていったんですが、今回食べた中でこれ美味しいなと思ったのは、ダブルシュークリーム白桃ですね。129円というお値段にもかかわらず、デパ地下レベルの美味しい桃のシュークリームだと思いましたね。これこそお値段以上だと思いましたね。そして今回食べた中でこれ残念だなと思ったのは、かき氷プレミアムの桃ですね。あれ、鬼練乳でしたね。桃のかき氷だと思って食べたらびっくりしちゃうと思います。まあ、甘いかき氷大好きな人はぜひ試してみてください。ねえ、あと今日も嫌な口コミありましたね、みたらし団子。もう危険だと思うなら勝手に避けといてほしいですね。周りに押し付けるなと。悪質な宗教勧誘と一緒ですからね。もう一人で騒いどいてくれ、ほんまに。ああ、そうそう。これ、みんな、ルナシーのサインだと思ったでしょう。違うんですよ。僕が書いたんですよ。これも僕の青春ですよ。ルナシー。壊れそうなホット。狂いそうなホット。僕の視聴者さんにルナシー世代がどれだけいらっしゃるのかということですけどもね。まあここでダラダラ話すのはやめて、サブチャンネルで続き話しましょうよ。ただサブチャンネルの投稿がちょっと遅れてしまったら申し訳ございませんけど。それでは、グラシアス。